ビーベストラブ永遠の1位、こちらのお二人はですね幼なじみということでっていうこの三角形出来上がってしまいましたね俺の雑用係になると。こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる編集部のベトウメダカと、はい、ちるちる編集部自社ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。お願いします。お願いします。はい、本日もひろみちアンダーグラウンドさんに来ていただいたのですが、はい、本日は何の作品を紹介いたしましょうか。はい、今回は Be Best Love 永遠の1位です。わー、こちら台湾 BL ドラマなんですけども、はい、存知でしょうか。見たことがないです。じゃあちょっと今回は不協会ということで、はい、不協されに来ました。はい、あの尾藤さんにももちろん皆さんにも見ていただきたくなるようにお話できればなと思います。はい、こちらのドラマなんですけども、海外ドラマが初めてという方にも特におすすめしたいドラマになっております。はい、一応理由といたしましては、なんとこちらのドラマところどころに日本語が出てくるんですよ。ありがたい。はい、というのも、あの出てくる主人公の一人がなんと日本人と台湾人のハーフという設定がございまして、はい、そこでちょっとなんか海外ドラマって言ってもなんかちょっと文化の違い、言葉の壁っていうところがあるかなって感じる方にもすごく入りやすいと言いますか、日本語出てくるところも気持ちが高まってちょこっと一言バッと言ったりとかっていうんですけども、それだけでもなんかこうねライトに捉えられるかなと思うのですごくおすすめですので紹介していきたいなと思います。はい、ではまずはあらすじから。はい、こちら主人公は周囲とシードというお二人になります。けども、はい、先ほどお伝えした日本人と台湾人のハーフの方というのが周囲で、はい、最初の第1話はもう周囲目線がほぼほぼで出るんですけども、なんとこちらのお二人はですね幼なじみということで、はい、いただきました。みんな大好き幼なじみそうなんです、はい、この二人はですね高校まで幼なじみなんですけども、はい、ですね、シードはすっごい優秀で、はい、勉強何しても全部1位、おタイトルにもある1位で、こちら周囲の方はですね何をしても、まあ、努力はするんですけど2位でなかなかシードに及ばないと、はい、なんでちょっとシードのことちょっと嫌いみたいな、はい、なんやねんあいつみたいな感じなんですよ。はい、で大学になってやっと離れられたっていう風になったんですけど、はいはいはい、なんとシードは、はい、編入してくるんです。そんな2人が再会して、はい、さあこれからどうなりますかっていう風に物語が進んでいくんですけど、はいはい、もうこの時点でいいですよね。みんな大好きですね。みんな大好きなシチュエーションですよね。はい、ちょっと嫌い合う2人がみたいな。万年1位のあいつがみたいな。あ、そう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 。本当にそんな感じなんです。でですね、はい、あのこちらの周囲の方はですね、また別の幼なじみグループで大学で仲良くしてるっていう感じなんですけども、はいはい、のグループが周囲と勇心、はい、勇心という女の人と、ジョンウェンという男の人、この3人組で仲良くしてるんですけども、はい、3人組っていうのが彼もねちょっと日差しが消えた。そう、あの周囲、主人公の周囲はなんと勇心という女の子の片思い、はい、してる幼馴染片思いしてる、そうなんですよ、はい、そうなんですけど勇心はジョンウェンのことが好きでっていうこの三角形出来上がってしまいましたね。綺麗な三角形を描いておりまして、はい、なんとついに勇心がジョンウェンに告白してるところを見てしまい、ブロークハートでもうね、はい、泣いてもう2人のことをバカバカって古着で言ってるところを、うん、なんとシードに隠し撮りされてるんですよ。ひどい、シード隠し撮りしてるんかいっていうところなんですけども、それでこの動画を、はい、その2人、幼馴染の2人に見せたくなければ、知られたくなければ気持ちを、はい、俺の雑用係になれと。ああ
という形で、はい、シードはまた、大学でも周囲と時間を共にするようになっていくんですよ、はい、っていうところからこうね2人で過ごす時間が増えてって、はい、だんだんとですね、はい、そのなんて言うんでしょう、周囲の失恋の心とかを思いやるシードのなんか優しさとか、そういった2人の時間を過ごしていく中でだんだんと心が通じ合っていくっていうのが、まあらすじなんですけども、もう十分楽しいというかね、もう楽しいもう楽しいですよね、はい、見よう、設定的に最高最高なんですよ。このドラマのですね、うん、見ていただきたい3つのポイント、またちょっと選んできたので、はいはい、ではそれでは1つ目1つ目は、なんといっても俳優陣ですね、うん、本当にビジュアルがいいんですよ、はい、もうちょっと先ほどもちょっとパッと出てるかもしれないんですけども、こちらシード役のリン・ズーホさんですね、ちょっと発音がごめんなさいあれなんですけども、もともとアイドルグループスカウトでアイドルグループで台湾で活躍された方で、役者さんとしてもいろんな作品に出ていたという方なので、本当にねビジュアルがはいもう素晴らしい本当に。でこちらのシューイさん、こちらもう一人の主演のシューイさんの方が、あの日本人と台湾人のハーフの方で、はい、生まれは愛知県の俳優さんなんですけど、はい、大学の時に台湾の大学に行き、なんと台湾で、はい、あのなんて言うんでしょう、台湾でスカウトかなんかされたのかあれで、なんと台湾での役者さんとして今回が初主演、今回がというかこの作品が初主演で、はい、っていう形で、はい、そっからなんと日本に逆輸入 の, あのかつてのディーフジョーカーさんとかそのような感じな、そうなんです、はい、そうなんですっていう俳優さんなんですね、はい、なんで言葉の面もとってもクリアな日本語ですし、はい、台湾語も、まあ、私ちょっと台湾語とかがちょっとわからないんですけども、はい、とってもあの聞き取りやすく、演技もとても素晴らしくという、ビジュアルも最高なお二人でっていう形です、はい、二つ目のポイント、はい、はい、もう長年こじらせてきたその片思いがを徐々に叶えていくっていう、すっごい心情描写が丁寧なんです、はい、なるほど、はい、はい、というのもシードは大学にさっき編入してきたじゃないですか、はいはい、あれは周囲のことが好きだった、ずっとずっと1位取ってるって言ったじゃないですか、はい、あれは周囲が好きだからです、ずっとずっとずっとしかもそのずっとっていうのも、はい、なんとドラマの中でしっかり表現をしてください、うん、いつからっていうところの好きになったきっかけ、私大好きなんですよ、好きになったきっかけ、はい、好きになったきっかけがよくって、はい、シードはい、お父さんとお母さんちょっと離婚してしまって、お父さんが出て行ってしまうっていうところで、ちょっと自分のお家の軒先でちょっと泣いてたんですね、悲しくて何置いてしまうんだよって、はい、そしたらあのそこに近所の周囲がなんとやってくるんです、うん、はい、初めて小学5年生の時なんですけどね、はい、その時にあのまあね、なんか寂しいなのに何泣いてるのみたいな感じで、優しさで多分きっと好奇心で話しかけて言ってるんですけども、僕をあげるよっていう小学5年生の優しさ、はい、本当にすごいセリフだなって思ったんですけど、僕をくれるん、僕をあげるよっていう風に、はい、ね、周囲はシードに言ってるんですね、小学5年生の時に、はいはい、それを忘れられないシードはずっと片思い、はい、なんかあの当の本人は忘れてるんですよ、はい、周囲はもう忘れててそのことをっていうのもまたいいんですけど、シードはずっと覚えてて、はい、頑張って1位もずっと今日ねこっちにねペイアテンションしてもらうためにずっと1位取ってるし、大学にも編入するしっていう、はい、でそこでやっとこの大学でね、はい、その失恋している周囲を見てアプローチをしていくみたいな感じになるんですけど、当の本人は告白する気はなかったんですよ、はい、描写的には、はい、なんですけど、
ケンス、なんかあ、まあ、ちょっといろいろあったケンスってね、なんかあの 病気っていうか、ちょっと体壊しちゃった周囲が寝ていると思って告白をして。でなんかそれをやっぱ聞いてるんですよね。周囲は絶対に起きてるんですよ、ね。絶対に起きてるんですよ。そういう時に聞いてるんですよ。寝てる人に告白はすなと聞かれてるんですよ。でまあそうなんです。まあっていう形で、そこからまあその告白を聞いてっていうところから、はい、また。ね、それからの返答がまた切ないんですけど、この男と恋愛する気はないっていう風に、周囲に断られてしまうんですね、シードは。その時のシードはもう本当に見てもらいたいんですけど、あの男と恋愛する気はないって言われた瞬間、すっごい沈黙が流れるんですよ。はい、ただもうその時のシードの表情をぜひとも見てもらいたいんですけど、はい、本当にずっともうなんかもう、あ、もう見事お見事っていうのを上から目線になっちゃうんですけど、本当に人ってずっと好きだった人とかに失恋してしまった時ってこういう風になってしまうんじゃないか、なんかもう何も考えられないじゃないけど目の前が真っ白になるみたいな感じの表情っていうのが本当にすごい良くて、はい、泣けもせず、はい、ただ何が起こった今みたいな感じの表情なんですけども、はい、その表情がもう本当に切なくって、はい、私は涙を流しました。もうそう、長年の思いですもんね、小学校5年生から。そうなんです。で断られてしまった時の、はい、もう表情が、はい、本当に苦しい。最後の3つ目のポイント、はい、はい、なんですけども、2つの告白シーンの対比です。まあ、今1つ目ちょっとお話をしてしまったんですけども、はい、保健室で横たわっている周囲に、シードが気づいてないと思って告白をするっていうのがまず1つ目。はい、これはもう何て言うんでしょう、静寂の中で長年募らせてきた思いっていうのを相手に届かないと思って静かにする告白、はい、うん、っていうのが1つ目の告白なんですけど、はい、2つ目の告白というのが、はい、周囲からシードに対しての告白のシーンが最後にあるんです。はい、完全にネタバレずっとしてるんですけど、まあ最後ですね、はい、まあそのなんていうんです、最初断った告白もやっぱり今までシードがしてきてくれてきたこととか、うん、一緒にいた時の胸の高まりっていうものを改めて考えた周囲は、やっぱり自分は周囲はシードが好きなんだっていう風になって、うん、それを伝えるシーンがあるんです、はい、最後に、はい、それがですね、もうその一つ目の告白シーンとはもう真逆、はいはい、まあ、夜のシーンなんですけど、歩道橋の上で、うん、大好きって叫ぶんですよ。いい。もう本当にそれがもうなんて言うんでしょう、一つ目が性だとしたら二つ目はどうみたいな、でその告白のテンションに身を任せて、まあ、キスをする、はい、で終わるんですけども、はい、その二つのなんて告白シーンって本当にいいな、その対比がとても良くてですね、その2人のキャラクター性の違いっていうのもよく出てますし、描写としてももうとっても美しいものになっているので、もうぜひとも見ていただきたいです。はい、はい、さあ、まあ、ここまでたくさん語ってきてしまいましたが、はい、いかがですか、尾藤のメダカさん。もうすごい心が揺さぶられてすぐに見ます本当にコンパクトで見やすくて、はい、しかもなんとこのシリーズですね、はい、第2シーズンがございまして、続編で2位の反撃という2位マンものもあるみたいなので、はい、あのぜひこの、ね、はい、皆さんが見ていただけるよって反応がちょっとあったりしたら、はい、ぜひシーズン2も一緒に進んできたらなと思っております、はい、ぜひあの見たことあるって方もコメントなどで、はい、見どころポイントもっといっぱいあると思うので、はい、そういったところも教えていただいたりとかしていただきたいです。あとおすすめの海外ドラマとかもあれば、はい、ぜひコ
コメントしてください。お願いします。はい、じゃあそれではたくさん語っていただきました、はい、ぜひ見たことないよって人も今日の動画を見て見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。一緒に見ましょう。はい。それではバイチルー。バイチルー。